皆さんこんにちは。本国での iOS 売上が出たので動画に。はい、なんと初日の売上が過去最高をマークしました。これは最終的な売上がどうなるか楽しみですね。やはり七神はちげえぜ。ちなみに比率は宵宮がかなり悲惨すぎることになっております。ここまでガチャに差が出たことがあっただろうかってくらい5万以上もの差が開いているね。まあ、直接のキャラ調整は行わないようなので、宵宮にとって恵まれた環境が将来来ることに期待ですね。ちなみにアルベド2用の日数あたりの売り上げはこんな感じでした。まあまあいい感じな気がしますね。ナヒーダは最終的にどうなるのでしょうか。今後の売り上げにも注目ですね。ということで終わり、ご視聴ありがとうございました。